ちょっと待ってくださいよ。ちょっと見てみますね。トイロチャンネル。トイロ。始まってるかな？あ、オッケーオッケー。じゃあ今送りますね。コピーして、で、ツイッターに、ツイッター？ツイッターの方がいいですかね？どちら？フェイスブックのいいか。フェイスブック送りますわ。全然でも。OK、今送りました。はい。お待ちください。はい。あ、来た。どうか。ちょっと待ってくださいね。大丈夫ですよ。ちょっと待ってくださいね、こっちも。どんな感じかな。どれだ。どれだ。はい。大丈夫です。OK ですかね。はい、OK です。はい、じゃあ、今夜は、お久しぶりに、谷様に、はい、いただきました。2週間ぶりぐらいですかね。そうですね。ねえ。あ、実いや、もっとか、もっと経つかな。どのぐらいやったかな。そうね、もっと、3人でした時でしょ、国沢真由さんと。ですね。うどん屋さんかなんかで、多分。が入った時の。ねえ。はい、ね、今日はですね、谷さんから今日はね、ちょっとお知らせがあるということで。そうですね。はい。言ってしまいましょうか。はい、あ、もうどちらでもいいですよ。先に言って、また後から言いましょうか。じゃ言いますよ。はい。お願いします。すいません。今日は告知に参りました。シンガーソングライターをやっております。谷博之と申します。おありがとうございます。こういうさなかなんですが、はい。今週の日曜日ですね、7月今週の日曜日の日曜日に、はい、新宿の、はい、ロックカフェロフトというところで、はい、谷博之バースデー配信ワンマンライブをすることになりました。おお、すげえ。ワンマンっすか。あ、前言うてありましたね。内容としては、はい、1時間の、ワンマンライブプラス、はい、豊川海ちゃんっていう、女優さんをゲストに呼んで、はい、トークライブも、します。え、女優さん？そうですね。へぇ、僕の近年のその仕事というのか。はいはいはい。で、クライングフリーセックスという、映画の映画があるんですが、はい、それの僕は主題歌たり、うん、ちょろっと出演もしたりしてるんですけど、はい、出演されてる、女優さんです。おおすげえマジっすか。いや、僕ね、谷さんね、はい、ね、あれいつやったかな、1回目の対談が終わった後かな、谷さんってどんな方なんかなと思ってね。ウィキペディアやったかな、ウィキペディアじゃないかな。まあ、検索したらちゃんと出てくるんですよね、谷さんね。音楽家とされてますね。ねえ、いや、びっくりしてね、僕読んだ時ね。いますよ、勝手に Google が。を集めてあんな。え谷さんってめっちゃすごい人やん、思ってよ。なんかもうめっちゃ。アングラです。いや、びっくりしてね、僕なんか勝手になんかギター弾いてとか、なんか勝手に僕言ってたじゃないですか。あれこれいや、ちゃんとこう。このなんか、雑な扱いしてしまったなと、ちょっと反省してたんでしょうね、谷さん。全然、いただいてるんで、ありがたい。はい。いや、そうなんですよ。皆さんね、谷さんね、一回ね、検索していただいたら分かると思うんですけど、ね。あ、そうですね。びっくりしましたよ、本当に。で、なんかほら、YouTube とかでもね、なんかほら、インタビュー受けてる
やつとかあったじゃないですか、谷さんが。ああ、そうですね。ねえ、びっくりしたわ、ほんま。あれも、時のインタビューですね。あれ、ねえ。映画のあれでしょ、そうですね。ねえ。あれを確か、それこそ大阪のジューソンのシアターセブンに、動かされた時に、舞台挨拶行った時に、シアターセブンさんのページ、はい、インタビューがあるんで、っていうことで。はあ、いや、びっくりしましたわ、ほんま。なんか慣れ慣れしく喋ってしまって大丈夫なんかなと思って、まあね、国久さんもね、まあ国久さんもまあびっくりしましたけど、大概。ワイはそうですね、その10年前にニューヨークで来て、ね、ああ、最近、ごめんなさい、ちょっと話が脱線してしまったんですけど、で配信なんですよね。はい、配信ライブ、いや、本当は2月、今年の2月の頭ぐらいに企画をして、はい、はい、で、本当は去年の12月に同じところで同じようなライブをしたんですが、それで、はいはい、よく、うまいこと盛り上がったので、うん、はい、という話になってたんですけど、こういうコロナが、はい、うん、こういう状況になってしまったんで、はい、新ライブをしようということで、ロックカフェロフトの配信中の方が、うん、たちがついて、はいはい、配信をするということで。おー。配信を何を使って配信するんですかね。在庫という、はい、僕も最近知ったことなんですけど、はいはい、そういう配信の、うん、あ、なんかあるんですか。これ、ユーがあります。うん、が2000円でして、あと何ですか、はいはい、ああ、スワちゃんもあるってことですか。そういうことをできる、はい、というサイト。あ、なるほど。で、プレイヤーが多分、ビメオというものになると思うんですよね。コピーができない。ああ、はい。じゃあ、谷さんの告知しようと思ったら、どこからなんかあるんですかね、貼り付けできるような。谷ひろゆき、谷は普通の谷に、はい、洋服のよう、太平洋のように、太平洋のように幸せ幸ですよね。はい、谷ひろゆきで検索していただけますと、はい、ここにツイッターで、あ、いろいろと告知をしております。主にメインの発信もツイッターなんですか？ツイッター、あとフェイスブック。あ、フェイスブック。インスタグラム。あ、インスタもですか？ありますね、一応。ああ、なるほど。あと、まあ、YouTube チャンネルもあります。ああ、そっかそっか、YouTube チャンネルもね。はい。期間中に肉を焼いてる動画を読んで、YouTube にプレイリスト。そうだ、そうだ。ごめんなさい、もう一回、今週の日曜日の、そうですね。何時からでしたっけ？時間はですね、はい。5時から。17時。はい、17時から、はい。一応終了予定が18時半なんですが、全体。まあ、マックス19時ぐらいまでなる。ああ、なるほど。はい、ということは、どこかでそのチケット、オンラインのチケットを買って、そこからまあ。そこから、発売されておりますんで。URL をもらえるような形なのですかね、そしたら。URL。もちろん。はい、後でじゃあ、送ります。ああ、了解です。わかりました。もうすでに載せているんですが。あ、なるほど、なるほど。わかりました。はい、じゃあ、お歌も歌っていただいてっていう感じですか、うん、てか、主にもとフリートークですか。あ、ギター弾いていただけるんですか、もしかして。あ、出た、出た。出た。ワンマンライブをやるんで、はい。僕の若い頃から、聞いてくれてる方も、見てくれると思うんで、はい、それよりももっと前に僕が二十歳の時に作った1990年に作った曲とかもあるんですが、はいはい、
まあ、それも iTunes とか Apple Music とかでリリースしてるんですけど、はい、その中の曲をワンフレーズだけ歌おうと思います。おお、ワンフレーズ気だ。ちょっと深いんで、になりますが、はい、I'm Blue という曲で聴いてください。はい。出会えた言葉が気になって何もない入り口を作り出す I'm blue 悲しみの I'm blue ベルが鳴り響くそんな夜は誰かに誘われ全てを委ねたくなるけれどI'm blue 君の名を I'm blue 捨てていたのさ夜空に輝いている星の光のように消えゆく定めでも君だけを愛してるただそれだけで救われる抱きしめて口づけて何もかも奪われてるこのままとはありがとうございます。素晴らしい。いや、あの前のような感じでされるんかなと思ったら。一番最近の曲です。はい。最近は本当にスマホとか、はいはい。スピード社会になったんで、曲とかが30秒とか、そう。ねえ。とかいいみたいなんですけど、もともとはちゃんと、3分から5分、最近長い曲で6分半ぐらいの曲とかもちゃんと作っているものです。へぇー、素直、やっぱり素晴らしいですね、やっぱりね。はい。谷谷さんって大阪なんですね、もともと。出身は大阪府枚方市出身で。あ、そうか、そっか。それで、まあ、東京に1998年、20歳の時に来まして、はい。もう23年。いるんですけど、はい、大阪弁が全く抜けない。大阪はツアーで帰らへん限りは帰らないんですけど、はいはいはい。だからこっちの方が全然長いんですけど、はい。まだまだ大阪弁を喋ってて、しようかなっていう。あ、大阪帰らないですか全然。ツアーの時ぐらいですね。あと。そうですね。そのぐらい、本当そのぐらいですね。まあいいですね。同じ関西人で。そうですね。ね、国久さん前あのつながりで。そっか。まあいい、あれでしょ。日曜日は当然無観客なんですよね。ですね。まあ入るんですかちょっと。ですが、はい。もうはいじゃあ。ここで重大発表をしたいと思います。お、はい、来た、重大発表。解禁、ここで初解禁です。はい。ですね。東京都において、今、はい、まあ、ガイドラインが出まして、はい。ステージから2メートル離れて、お客さんは1メートルずつ離れてというのが OK とされたそうなんですが、うん、はいはいはい。はい。それを、先日、ロックカフェロフトに寄って、ちょっと、食べに行った時に、はい。会ってみたら、5人ほど入れそうなので、おお。はい。お客さんを5人限定で、おお。入れるようにすることになりました。おお、すごい。はい。ちょっと、素晴らしい。まあ、7月ぐらいからこういう動きになっていくのかなという感じなんです。ちょっとだから、その先が劇的な感じでちょっと、
どうなるのか怖いところもあるんですけど。ということで、料金としまして、入場料として、はい、在庫チケット2000円ご購入済みの方は、はい、プラス1000円。ああ、なるほど。と、在庫でチケットを購入されてない方は、3000円ということで。あ、なるほどね。はい、まあ、生で見れる限定5名様。おー。アクリル板もありますし。あ、アクリル板設置するんだ。はい。それはステージ側とですか？隣ですか？いや、ステージ側ですね。あ、ステージ側に？はい。ああ、ほほほほ。前。あ、そうそう、そうか、そうか。アクリル板。なるほど。その向こうに。はい。あが、1メートル、1メートルずつ離れる。形で。ほう。まあでもね、徐々にね、いろんなとこでもね。なっていくみたい。そうですね。はい。吉本でも、この間映像見ましたけど。はい。ね、ナンバのね、グランド花月でもね、なんかすごい。漫才師もなんかものすごい間空いてるんですよ、間。そうですね。こういう状況なんで、最初は諦めて、うん、もう開催自体もちょっと諦めかけたんですが、はいはいはい。どうしてもやりたいということで配信。はい。まあ、やっぱ、この、ライブハウスとか、うん。とか、あと僕が演者側のミュージシャンも、はい。のためには、頭を使いまくって、やるということに。へぇー。でもこの間もちょろっと言ったんですけど、はい。やっぱりこう、昔、ちょっと、ビフォーコロナというか、以前は、うん、ライブには気軽に行けるという感じだったと思うんですけど、はいはいはい。もうそれが、気軽には絶対行けなくなった、ちょっと、うん。配信、プラスで、配信となると、ほとんど、僕、ちょっと今、いろんな、知り合いとかのミュージシャンの配信ライブ見てるんですが、ほぼ生放送のテレビと同じなんですよね。はい、ないんですよ。うん。いろんな演出ができるっていうのもありますし、うん。それを生で見えるのは、本当にそういうルールがあるので、限られて、っていうふうになるので、うん。ライブというものが、音楽というものが、価値のある、フェアなもの、プレミアムなものになるということが、あると思うんで、うん、はい。こっちとしても、それはそれで、より面白く、楽しくできるように、っていう気持ち。なるほど。活動しています。はい。まあでもね、いよいよね、そういう時期になってきたんですかね。もう、ね、これ結構一つ一つステップアップしていくの勇気いるんですけど。確かにね。こういう娯楽と言いましょうか、芸術と言いましょうか。うん。やっぱ必要だと、必要な人には必要ですし、僕はでやってきてるんで。はい。たまに、はい。ぜひぜひ。そうですね。で、いただけて何かっていう気持ちです。はい。コメントね、いただいてます。信長のろ、こんばんは、ありがとうございます。あ、やすさんも、やすさんこんばんはと。お友達ですかと。お友達で、お友達って言うんかなそうです。あったですけど、もう3回目ですよね。オンラインでは。もう3回目ですかね。今日で3回目かな ?3 回目です。はい。画家のね、国久さんのね。国久真由さんの。国久真由さんももう何回もね、お世話になってますけど。向こう、本当に。国久さんの紹介になるんかな？そうそうね。一回国久さんとやったときに、そうですね。谷さんを交えましょうということで、はい。で、初めてお会いした時に私がなんかね、画面からいなくなったっていうね。
ますねと。そう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 。お友達というか、まあそういう感じですね。はい、あの、うん、ご紹介していただけてありがとうございます。ねえ、本当ですよね。大阪弁が聞けるのも、なるほど。いないんで。そっかそっか。あとね、ボンさんから。ボンさん、ヤスさん、谷さん、こんばんはと。ヤスさんがシンガーソングライターさん。はい。マコさんからもこんばんは。カズカさんからもこんばんはと。あとが、ヤスさんは芸術家からシンガーソングライターからアスリートまで。ねえ、ほんとっすね。なんか、幅広いっすね、今ね、最近ね。なんかこう、何系 YouTuber になられるんですか？私ですか？私ね、基本くくりで言うとね、はい、ファミリー系なんですよ。そうですよね。ファミリー系です。だから旅行とかね、アウトドアが主なんですよ。そうですよね。そういう動画そうですされ、はい、見てます。はい、そうそうそう。で、家族でこうどっか行くっていうのをやってたんですけど、まあ、おね、こちらもね、そのコロナのね、影響があってね、そうですよね。いけないんですよね、やっぱりね。で、まあ、なんとか家の中でテント張ったり。そうそう、ね。やっぱみんな頭使ってる。で、ガレージでね、ガレージにテント張ってバーベキューしたりね。あ、いいですね。まあ、それぐらいかな。それぐらいがやっとできたぐらいですかね。すごい。だから、あとはね、はい、私、ライブ配信もね、全然しなかったんですよ。ああ、そうなんですか。そう、去年もライブだから全然してなくて、一回もしないんですよ、去年1年間で。はい。まあ、その前はしてたんですけど、ええー。それがもう、なんか今年になって、まあ、この影響で、はい。もう何年分のライブしてるんかな、みたいな感じで。なんか、僕は、させてもらってるんですけど、はい。しょっちゅう通知が来て、またしてはる、すごい。そうですよ。でね、まあ、それくらいこういう時期なんで、私の知り合いもね、結構多いんですよ。芸術家とかね、音楽やってる人もそうですし。でね、まあ、ちょうどまあ、この機会なんで、ちょっとご紹介も兼ねてね。はい。っていうので、まあ、最近ライブが、こう多くなった感じで。うん、ああ、いいですね。今後は、そうなんですよね。このライブ配信っていうのは、はい。そのうち 3D になって、はい。おう。VR を使って 3D になって、はい、プレイは 8K、16K。ねえ、すごいですね、ほんとね。ねえ、こういうのって。はい。外に行かなくても、こういう、うん、あのファミリー系 YouTuber さんならば、こう、うん、一緒に旅行してるような感じに、あね、リアルになったりとか、音楽やってたら、本当に会場にいるようなリアルな感じになって、うん行くのかなっていうことを、うん、こう変わっていくこの環境をそうですね結構楽しみにしてる方なんですよ。いや多分今このコロナがね結構何かこう転機になるんじゃないかなとね、本当にうん思いますよね本当にね。なんかこうあので電気自動車のタクシーとかができ、はい、あとキャッシュレスカーとかはい。もう多分どんどん進んでいくでしょうから多分年度ももう信じられないような進化をするんだろうなっていう。ねえ本当ですよね。谷さんどうですか。また YouTube、はい、YouTube とライブ配信とかされないですか。いやまあし多分しですよ。とかをなんか、みんな、音楽系の人たちはやってるのかな。え、何をされてるんですか音楽系の人たち。ツイキャス。あ、ツイキャスでやってあるんですか。あ、僕はやってないですけど。ああ、そうですね。ツイッターのアカウント持ってて、ツイッターのフォロワーさんが多いとツイキャスするとね、いいと思いますよね。私もね、ツイキャスやってた時期あったんですけどね。あ、そうなんですか。うん、今もちょっと全然やってないですけど。え、ヤスさんさんは、あれなの、うん、いつ、はいユーチューバーされてるんです。ユーチューブもうすぐ3年ぐらいですかね。3年でこんなに人気上がる。いやいやいや、どうなんですかね。いやいやいや、3年かな。3年ぐらいちゃいますかね。20年以上音楽やってますけど、はい。
最近やっとアングラからサブカルぐらいになったかな。まあやってることまあまあまあいいや、ごめんなさい。そうなんですよね。YouTube、そうかそうか。うん、ねえ、あの、この間ほら、国久さんも上げてはったんじゃないですか、YouTube で。あ、Facebook でちらっと見ましたけど。僕も、あれ、彼女は初めてみたいですね、YouTube チャンネル。ねえ。はい。そうそう、なんかカメラをね、カメラを買うんで、どんなカメラがいいですかね、みたいな感じで、やりとりはしてたんですけどね。ああ、もう開けてはるわ、と思って。なんか、あの子は、その、ね、創作自体が、うん、パフォーマンスみたいなところがある。ねえ、そうですね。ねえ、してたら、やりたいね、みたいなこと言うとったら、うん。あ、いよいよやり始めたかと思って。もうすぐチャンネル登録します、ね。僕めっちゃいろんな人がチャンネル登録してるんですけど、僕あんまチャンネル登録者少ないんですあ、え、チャンネル登録しないんですか？いや、僕はいろんな人、はい。興味ある人バン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 するんですけど、ああ。僕はあんまりされてないっていう。あれそっか。宣伝さはダメですね。そしたらね。だから YouTube、なんかね、やっぱ、前もそれ話したんですけど、はい。ずっと音楽をやってきて、はい。音楽を作って、うん。演奏して歌って聴いてもらうことを、うん、うん、うん。だけに、集中してきた。あ、なるほど。で、はい。こう映像で、うん。あの、こういう服装を、はいはいはい。この曲にはこういう服装だろうとか、こういうセットだろうとか、ああ。ことを本当に気にしてこなかったんだなっていうのを、ああ。それが、すごく最近僕、気づいたことで、だから、MV、ミュージックビデオとか、はいはい。あんまり意識したことがなかったというか。あ、なるほど。YouTube に上げるものすらがあんまないと。でも、それで思いついたのが、はい。こう、焼いてんの裏返す。ああ、なるほど。いや、まあ、あれね、あれはちょっと驚きましたけど。驚いて、あれは Twitter とかに、冗談半分で上げたら、あれはなんかそのね、なんか裏側が見て面白いですよね。なんかね。ASMR っていうのがね。はい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 、はい。早いですね、今ね。あれなんじゃないかっていうふうに、こう、周りに言われて。うん、確かに、ね。もうそれ系にね、特化してましたもんね。なかったんだけどっていう。そっかそっか。もともとね、そう、音楽をしようとしたきっかけって何ですか？ギターを弾こうと思ったきっかけは。いや、あのですね。はい。あ、幼少の頃から、はい、ピアノを習ってます。あ、そうなんですか。はい。へぇー。ほいで、そうですね。ほんで、音楽は好きで。はい。で、あと、父親が、ビートルズがめちゃめちゃ好きで。おー、なるほど。なるほど。はい。うん。上がるときにギター一緒にや一緒にバンドというか。はい。父親と二人でギターを。ほうほうほう。やって、はい。こう、するようになって、父親から作曲っていうの基本っていうのを教わったというか。すごいな。なんかうち、なんか、そういう、音楽とか映画にすごい、父親映画も好きで、はい。なんか毎週週末にレンタルビデオ屋からハリウッド映画を借りてきて、家族で見るぞって言うて、おお。毎週、今でも見てるらしいんですけど、うん。なんか、見てて、なんか映画とか音楽とか、うん。こうすごくこう、に、売れてたというか。そうなんですね。で、まあ、中学生の時に、はい。修学旅行、はいはいはい。
バスの中で、はい、カラオケコーナーみたいなあるった、はいはいはい、で歌ったら谷めっちゃ歌うまいって言われて、おそれですごいな、勘違いしてミュージシャンになるぞってがあ、そうか。ということはそのギタリストっていう感覚じゃないですね。そうしたらギタリストっていう感覚は僕最初からなくて、とにかく歌った歌の、なるほどなるほど、とピアノを弾きながら歌ったりとか、へえー、すごいな。それでギターもそのビートルズのコピーをするために、うんうんうん、だジョンのパートをですね。ああそうなんですか。なるほど、ジョンやったんですね。パート。へえー。それからまあだんだんとあのエレキギターからアコースティックギター、うんうんうん、でアコースティックギターのそのバッキングを弾くだけじゃなくて、そういうの、はい、テクニックとかも研究して、ああそうなんですか。でもまあギタリストと呼べるほどテクニックがあるわけじゃないので、ああいや僕ね中3の時にね、まあ、友達がギター弾いてるのを見て、うわめっちゃかっこええやんってで、まあ、一緒に習いに行ったんですよ。バンバンドもしましたし。で、僕はその、70年代のハードロックが入り口だったんですけど。70年代というと、どういったもんですか？ディープパープルとかね、レッド・ゼッペリンとかね。いいですね。そうなんですよ。あの辺って言ったらもうギタリストじゃないですか、もう。そう。だから、最近で言うの、最近の音楽でギターが長いのは、はい、音楽を作る人は、うん、年長者だって言われます。なるほど。最近ギターソロってあんまないない。あんまりね。そうそう。だからこうなんかね、邦楽を聴いてると、なんかこのなんでこんなギターソロがこうないがしろにされてるのかなみたいな感じで、ね、すごい思うんですよ。なんかこうすごく言いますよね。本当に。そう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 。僕もちょっとそれはギターソロ、あのディープパープルとか、うん、ここら辺のちょっとドラマティックな、はい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 、好きな、うん、ああいう、うん、ギターソロってかっこいいなと思うから、うんうんうん、まあ、最近のは本当ないですよね。そういうね、最近はね、あるのはありますけどないです。近い。そうそうそう。まあだからね、すごいこう音楽をね、憧れた時期はね、はい、こうあってね。まあ、クラプトンとかね。まあ、まあ、あの辺ですわ、だから、ほんと。そう、だから、こう、音楽のね、こう、話をすると、こう、まあ、何かね、こうギタリストの方もね、出ていただきましたけど。そう、ああ、そうですよね。非常に、こう、楽しいというか。いや、音楽楽しいんで、うん。僕が東京に来た頃っていう、はい。一発曲が当たれば、CD が100万枚、A の CD が100万枚売れる時代だったんで、なるほど。今や、Apple Music 1再生 0. 何円とか。ああ、YouTube 並みですね、そしたらね。200円とか、そういう時代で、ああ、というものが、の価値が、下がったというか、うん、本当にあれ手軽に聴けるけど、本当になって便利は便利なんですけど、こう作ってる側から言わせると確かにっていうようなそうですね。いやだからこそこうや音楽には本当はそのぐらい価値があるんだっていう、うん、今巻き返す時期なんちゃうかなと思って。配信ライブというのと限定、うん、すごく限定された。ああ、なるほど。だけを読んでっていうやり方に。うん。配信ライブは一人でやりはるんですか？バックのミュージシャンを見てはるんですか？いないです。あの僕のアコースティックのスタイル。あ、なるほど、なるほど。もしかしたら、はい。OK を使って。え？ああ。BGM を使って。あ、なるほど。それと合わせて。ああ、ああ、ああ、ああ。
あと配信チームは 2日目らしくて、はい、そうですね、本当にまあ、どこまでクオリティ上げれるかわからないんですけど、本当に歌番組みたいな感じにすごいっすね。ある予定、今それのリハーサル、カメラをどう回すか、どこでスイッチングするかとか、すごい打ち合わせ。あ、打ち合わせしてるんですか今。まあそうですね、もうね。会場がこういう構造やから、うんうんうん、ここからゲストを登場させた方がええんちゃうか。はい、こう。はあ。細かい細かい。多いなぁ。ほんと番組作りですよね、ほんと。番組。ですよね。そういう映像作品作り。すごいすごい。そう、やってますし。で、まあ音響も、はもともとできる人たちの。あ、なるほど。スタッフがいるんで。まあそれもすごい限られた人数でやるんですけど、最低限限だけでやるんですけど。はいはい、各部署、プロフェッショナルの人たち。人たちと、あれって。はぁ、あ。いやぁ、谷さん、すごいなぁ、ほんと。もう、いや、すごいっていうか、こういう。まあ、だから、メジャーアーティスト、大きい会社に所属してない、レコード会社とか事務所に所属してないんで、はい。周りが聞くんで、思ったら、さーっと行動できるんで。ああ、そっか、そっか。でも、そんな話ないんですか、でも。メジャーからとか。はい。はい。もう、僕は、一応、その、7月の5日、7月2日が誕生日で、はい、40歳になるんですけど、もう43年、はい、多分、なるほど。10代。そうか。でも、20代の頃は、うん。最初、今、ロックカフェロフトってところで、今度は配信ライブするんですけど、僕、はい。上京したときに、その新宿、その、本拠地の新宿ロフトってところで、はい。たんですけど、二十歳の。はいはい。まあ、はい、まあ、その当時、いろんな100社ぐらいにデモテープとか。あ、はい、なるほど。まあ、オーディションを受かったり、うん。で、そんな話も、あったりなかったりは。やっぱりこう、生意気だったんでしょうね。こういう人だ。自由にできなくなるんじゃないか。なるほど。DIY って言って、うん、自分で、ね、作詞作曲、編曲、はい、レコーディング全部する人が、ダウ系とか言われてる人たちがすごくミュージシャンで多くなってきてると思うんですけど、うん、もう当時からもう一人で全部やっちゃってたりしてたんですよね。あ、そうなんですか。はい、今みたいなすごいことはできなかったですけど、うん、だからこうこれを CDR に焼いて通販すればいいんじゃないかと思って、そう、一つ98を買って、おう、すごい簡易的なホームページを作って、すでにその、CDR を自分で焼いて、はいはい。で、うん、ホームページを作って、ここに、あー、なるほど。CD を買ってくれた人も、もっと1998年の頃から僕やってたんですよ。98年ですか。あー。そうそう、僕らもね、そう、インディーズのね、オリジナルバンドやってたんですよ。あ、そうなんですか。ちょうどその、90年代。はい、その時はもう当然今みたいな感じじゃなくて、デモテープがね、ちょっとこう、インディーズの CD とか置いてるとか、店とか行ったら、置いてくれるんですよ、デモテープを。懐かしいな、そんなん。ネットを使ったりとかして、うん。に自分のことを、ブログみたいなのを書いたりとか、自分を紹介して、ああ。やってたことに、で、なんかこう、大手に入るメリットというものを、うん、もう若い頃からこう、すごく、
なるほど。そういうことか。入ればよかったのかもしれないですけど。なかったのかもしれないですけど。まあ、要はそうやって考えたら、すごいこう時代の変化というのが、そうですね。うん、すごいですよね、本当。これが、だから、そうですね、今、ベースっていうサイトでもう、はい、とかも、インディーズのアーティスト、T シャツとかグッズ。ああ、ね、使ってません、皆さんね。展示業界という意識の高い、うん、なっていう。そうですね。へえ。うん、あ、大手の会社に入って雇われてやるという、雇われてって言い方あかんない、あー、そう、すいません自分で、なるほど、増え、うん、てきたなという感じ。ああ、そうですか。じゃあそろそろね、お時間がね近づいてまいりましたので、じゃあ、また一言だけメッセージを送りたいと思います。よろしいですか。はい。最後にごめんなさい。もう一度告知をします。はい。5日、日曜日、17時より新宿ロックカフェロフトより谷博之バースデー配信ワンマンライブというものを開催します。在庫より、今、チケット発売中です。そして、5名様限定で、本日より、入場解禁ということにしますので、後ほど僕のツイッターアカウントの方で、受付のメールアドレスを発表しますので、あとすぐ発表しますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。素晴らしい。そしたらその URL とかまた送ってもらっていいですか。こちらも、はい、YouTube の概要欄に貼らせていただきます、はい、で、アーカイブはね、やっさんの方でもこれ流しますので、これ明日アップさせてもらいますね。こちらは分かりました。すいません。じゃあ短い時間でしたが。ありがとうございました。よろしくお願いします。あ、また。また。いただいた皆さんも、すいません。僕でした。谷博之です。覚えてくださったらありがたいです。皆さんありがとうございました。ご参加いただきました。皆様。はい。谷さんのワンマンライブが近々開催されますので。はい。また詳細は、概要欄にね、貼らせていただきます。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ今日はありがとうございました。谷さん、また、またお気軽に言ってください、いつでも。また、またね。主題歌をやってる映画が、パート3が今、うん、もう撮影が終わって、絶賛編集中で、そのうち、夕張国際ファンタスティック映画祭のオンライン版が8月にありまして、そこで多分公開予定なんで、その際のお話ができたらとか思ったり。すごいな、大活躍ですね、本当。いやいや。頑張る。いやいや、ありがとうございました、本当に。ということで、5分経ちましたので、今日はこちらで終了させていただきます。はい、今夜は谷さん来ていただきました。3度目のご出演になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。はい、じゃあそれでは皆様ありがとうございました。あ、まこさんありがとうございました。ライトニングさんありがとうございます。長尾さんもありがとうございました。あ、ミュージックサンタさん、ありがとうございます。ミュージックサンタさん、この間ね、トランペット吹いていただいた、宝塚の方です。はい、皆様、ありがとうございました。じゃあ、終わらせていただきます。それでは、皆様、さようなら。ありがとうございました。